将軍アッパレード。平和な時代であればこそ、人生をいかに豊かなものにするかはその人次第なのである。タヌマ、今暇？仕事中です。お引き取りください。そんなこと言わないでさ、息抜きに出かけよう。あ、出かけるのがダメなら将棋でもいいよ。それとも囲碁？トランプ？あ、最近城下で流行ってるっていう TRPG に挑戦してみる？この間先代とやったら楽しかったよ。しません。そんな釣れないこと言わないでさ。ねえタヌマ。まったく、将軍としての自覚は終わりなのでしょうか。仕事をしてください。与えられた分の政務はもう終わったよ。早く終わらせたご褒美にタヌマに遊んでもらいに来たんだよ。それは結構、私は仕事に戻ります。どうして？もう十分やってるでしょ。それこそお前は人の何倍も。いいですか、私に与えられた役割は他人と比較するようなものではありません。このようにやるべきことは山のようにあるのです。暇だというならこちらの書類にお目通しお願いします。明日お渡しする予定だった書類です。それは明日やるよ。いいかいタヌマ、人生は一度きり、時間は限られているんだよ。今この時を楽しまないなんてもったいないと思わない？思いませんね。そこだよ、いくら頑張って仕事を終わらせたってお前はどんどん次の仕事を持ってくるんだもの。だから？わあ、ワーカホリックだ。そうですとも、私が働き続けることで知性が良くなり、家春様の評判がさらに上がるならば、まさに願ってもないことでは。日頃から働き詰めの家臣に息抜きをと思って気を使っているのに、なぜ理解してくれないのだろうか。そのような気遣いは無用です。あなたとはスタンスが違います。ああ、田沼の仕事が終わるのを待っていたら、私はあっという間におじいちゃんになってしまうよ。田沼ってば、私がおじいちゃんになっても仕事してるんだろうな。寂しいな、私田沼の主君のはずなのにな。悲しいな。チラ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 、うっとうしい。わかりました。ほんと？やった！いつまでもごねられたら私の仕事も片付きませんからね。かえって非効率です。ただしこちらのタヌマシーンがお相手を務めます。こんにちは、私はタヌマシーン、よろしくお願いします。え？主への対応に困っていると相談したら、友人の平賀源内が私そっくりのからくりを制作してくれました。学習機能を搭載しておりますので、いかなる場合も臨機応変に対応可能です。というわけで、このタヌマシーンが家春様のお相手で将棋を。わあ、タヌマシーンがタヌマの代わりに仕事をするなら、お前は私と一緒に遊べるね。はい。やった、タヌマ、早速私の部屋で将棋をしよう。私ではなく。ではタヌマシーン、あとは頼んだぞ。立派に務めを果たしたら、後でご褒美に頭なでなでしてあげるからね。良い、お任せください。タヌマと将棋指すの久々だな。あ、他は何をしよっか。さあ行くよ行くよ。家春様。え？まったく、今日だけですよ。どうした、何やら騒がしいな。おい、何が？なんだこれは。おはよう田沼、ずいぶん騒がしいけどどうしたの？一体何が？タヌマシーン、説明しよう。昨日の務めをしっかり果たした者にはマスターの代わりに
皆の頭を私がなでなでして差し上げております。このようになでなでやめろ。褒美を与えることにより仕事効率が普段より 30% 上昇しました。長期的に見ればさらに数字はアップするかと。田沼はめったに笑わないし、これくらいできて当然だっていつも厳しいもんね。みんなも田沼に褒めてほしかったんだね。もうちょっと優しくしてくれれば私だってやる気になるんだけどな。ほらほら、なでなでするがよい。もう一仕事やる気になっちゃうかもしれないよ。子供じゃあるまいし、何をおっしゃっているのか。だ私将軍なんだけど、お前の主君なんだけど。調子に乗るからです。ところで田沼、ん、昨日言われてた分の仕事もう終わってるよ。実は明け方目が覚めちゃったからやっといたんだ。そして昨日はお前が私のわがままに付き合ってくれたからね。今日はこれから他の仕事もしようじゃないか。どう？褒めたくなった？私に褒められたいがために仕事をしてるわけではないでしょう。9割はそうだけど。ではマスターに代わってこの田沼シーンメガ。田沼シーン、君ってやつは。なでなで、なで、なでなで、 30% 30%。さて家春様、武士に二言はないですね。ん？ひゅん。大丈夫です。先ほどのなでなでで 30% 効率がアップしました。すぐに終わります。これ効率どうこうって物量じゃないよね。家春様、これを今日中に終わらせたらご要望の通りに褒めて差し上げます。そう来るのかい。仕方ないね、頑張ります。